おとしこマガジン、ローディ必見、ドラムセット高速セッティング術。はじめに、他の楽器に比べてセッティングに時間を取られがちなドラム。特にステージ本番は転換の時間は限られていますので、冷や汗をかきながら焦ってセッティングをしたなんて経験のある方も多いのではないでしょうか。そこで今回はローディーの方必見、ドラムセット高速セッティング術ということで、ローディードラマー限らず高速でセッティングを行うコツを共有したいと思います。セッティング、その1、ペダル、バスドラム。ドラムセットのセッティングは、正しい順番は基本的に足元から頭上の順番になります。この順番をしっかり意識して体で覚えることで、セッティングにかかる時間は大きく変わります。まずはペダルのセッティングです。ひとまずスネアとハイハットは横にどかしてペダルをセットします。ビーターの角度や長さ、ツインペダルの場合はシャフトの長さ、角度はあらかじめ覚えておきましょう。ここでいきなりドラムのセッティングで最も注意するべき点なのですが、ビーターがちゃんと固定されているか、スプリングのネジは緩んでいないか、この2点は絶対に忘れずに確認しておきましょう。腰より上の高さの機材トラブルは、曲中でもローディーが対応したり、器用なドラマーなら自身で解決したりするのですが、腰より下の高さのトラブルはプレイ中断不可避となってしまいます。そのような事態にならないためにも、事前に細心の注意を払うことをおすすめします。その2、スローン。スローンの高さについては、自身の膝の高さを基準にスローンの座る面を調整すると、比較的スピーディーに誤差なく設定することができます。高さの調整方法は大きく分けて、回転させるタイプ、ネジなどで調整するタイプがあります。回転させるタイプでない場合は、演奏中にスローンが重さでガクンとならないようにしっかりネジを締めておきましょう。その3、スネア。スネアについても高さや角度はあらかじめ覚えておきましょう。またスネアスタンドのネジについても、演奏中に緩んでしまった場合かなり焦るので、事前にしっかりと確認しておきましょう。またスナッピーのレバーについては、操作しやすいように手前にセッティングするのがセオリーです。その4、ハイハット。ハイハットについても、ハイハットシンバルの高さ、トップ、ハイハットとボトムの開き具合については、あらかじめ好みの設定を覚えておきましょう。クラッチ、カッコ、ハイハットのトップを固定している金具が緩んでいると、フットペダルを踏んでいるうちに勝手にトップとボトムが開いてしまいますので、余裕があればクラッチもしっかりと締めておきましょう。その5、タムからフロアタム。次はタム系のセッティングです。タム系は角度から高さの順に調整する方がやりやすいと思います。たまにゴリラが締めたのかなぐらいぎゅうぎゅうにネジが締められているケースがありますが、そういう場合はスティック2本でネジを挟み、テコの原理を活用して緩めましょう。その6、シンバル系、ライド、クラッシュ、エフェクト。シンバル系も高さ、角度、配置はあらかじめ好みの設定を覚えておいてセッティングします。シンバル系のセッティングが完了したら、あとは最後の仕上げです。
スローンに座ってセット全体を確認し、すべての太鼓とシンバルが無理なく奏者の手の届く範囲にあるか、無理のある角度ではないかなどを確認し、セッティング完了です。おまけ、ステージ上は照明やオーディエンスの熱気でめちゃめちゃ熱いです。特に照明の関係上、ドラマーの位置が最も熱いケースが多く、ドラマーがステージ上で熱中症のような状態になることは多々あることですので、いつでも水分補給をできるように備えておきましょう。演奏中にスティックをポロリ、ドラマーあるあるですね。スティックはせめて予備ワンセットぐらいはすぐに手に取れる位置に置いておきましょう。最後に、今回ローディ必見ドラムセット高速セッティング術はいかがでしたでしょうか。高速でセッティングするのに最も大切なのは備えておく姿勢です。ステージ上で最高なパフォーマンスを見せるためにも、セッティングに対しても意識を高めて備えておきましょう。最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事を書いた人、ついてるランサー、ナレーション吉成結衣、おとしかマガジン、チャンネル登録よろしくね。